はい、じゃあ今回は遺伝子発現その中でも翻訳に関してみんなに説明していきたいなというふうに思います。じゃあ見てください。遺伝子発現っていうのは遺伝子が発現してその細胞あるいは生物の特性を決めていくってことを遺伝子発現というふうに言いました。 で転写のところでも言った通り遺伝子発現は遺伝子をただ持っていればその性質が決まってくるってものではなくてその遺伝子からタンパク質ができそのタンパク質が細胞内生物内で働きを発揮することによって初めてその特有の性質が出てくるみたいなことを言ったと思うんだよね。で前回までにその DNA から RNA ができるこの転写をやってきたわけだけどいよいよねその性質を直接決める タンパク質ができるまでのプロセスつまり RNA からタンパクができるこの翻訳っていうのをやっていきたいなというふうに思いますで、一応翻訳を簡単に読んでおくとメッセンジャー RNA の塩基配列がアミノ酸配列に変換されてタンパク質が合成されることね。だから今回はその核外に出てきたメッセンジャー RNA がどういったプロセスを経てアミノ酸配列に変換され さらにタンパク質になっていくのかねこれをちょっと説明していきたいなというふうに思いますはいじゃあ早速ね翻訳のプロセスを見ていきたいなというふうに思いますじゃあ見てください核の中で DNA からメッセンジャー r n a が転写をされました でもちろんこの核の中ではスプライシングとかさまざ、あ、まなものをあの過程を経て成熟したメッセンジャー RNA が出来上がるとこれが角膜の間の角膜孔を通って外に出ます、ね。そこからちょっと話を始めるよははいいじゃあ出ました、はい そうすると、まあ、出てくるってところをちょっと書かせてもらったメッセンジャー RNA が核膜を出て核内から核外で出てきたものがこれでここでは何も書いてないけどこれが成熟したメッセンジャー RNA です。そうすると出てきて細胞質基質,質中に入ってくるとこのメッセンジャー RNA はある構造体と結合するってことがあるわけそれが何かというとはいこれです。はい、ね あの雪だるまみたいな形してるからすごく特徴的だからね。覚えてる人も多いと思うんだけど、リボソームです。だから細胞質基質中のリボソームと結合してくる。そうすると、実際にこのリボソームは出てきた。メッセンジャー rna を実はね。5。ダッシュ側からこの配列をゴーってこう。移動しながら読んでいくみたいなイメージなんだ。そうするとここにもあるけど。 AUG っていう配列まあ5ダッシュ側から見て aug っていう配列が初めて出てくるとはいこんな感じです。ね開始コドンっていって翻訳を開始してくるってことが起きるわけ。そうすると実際に翻訳を開始するっていうのは翻訳は RNA の配列を アミノ酸の配列に変換するっっっててことを翻訳って言ったよねそうするとこの AUG のところから何かこの丸いものが来てると思うんだけどこれはアミノ酸ですただ AUG が来たからって言って単体のアミノ酸がねなんかどこからともなく勝手にこう来るなんてねそんなことは起きないんだよ実際にこの配列に対応したアミノ酸を運んでくれるものっていうのがいるわけでここにはちょっとね小さすぎて見えないからこれをちょっと拡大したものをちょっと一気に出すよはいこんな感じです。ね。 実際にこの AUG ってところに運ばれてくるアミノ酸はここの白いなんかフォークみたいな形してると思うんだけどここにあるものによってここに対応したものがちゃんと運ばれてくるそうするとこのフォークみたいに見える部分はこれは何かというとトランスファー RNA ってものなんだよね。 まあこれは RNA の特徴っていうか種類のところでも説明したと思うけどそれがこの配列ごとにここにこう結合していって対応しているものをしっかり運んでくるってことがあるわけそうすると読んでみるとアミノ酸がトランスファー RNA によってて運ばれてきましたそうすると次々とリボソームのところでこの配列が読み込まれていってトランスファー RNA にその配列に対応したものがどん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 運ばれてきて,運ばれて,きてこう並んでいるっていう要素をこういうふうに示したわけじゃあ こういうふうにどん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 読んでいくのはいいんだけどじゃあどこまで読んでいくんだろうねメッセンジャー r n a の本当に最後の最後の,のところまで読んでいっちゃうのかなっていうと実はそうじゃなくて5ダッシュ側から見ていった時にまた特殊な配列が出てくるとそこをもって実は翻訳は終わってくるってことが起きるわけじゃあその終わるところをちょっと示すよはいこんな感じです。ね、4番目ダッシュ側かかから読んだ時に UAA UGA とか U とか UAG のようなこの3種類の配列ね3つの塩基配列が出てくると収止コドンっていってこれによって翻訳が終了してくるだから今回その中の1つの UAA を出してきたんだけどリボソームがこういう感じで移動していって UAA が出てくるとリボソームがバツンってこう外れるみたいな形で翻訳は終了してくるってことが起きるわけ。 ね、分かかったかなこの流れが非常に重要になってくるし特にみんなにポイントとして覚えてもらいたいのは、まあ、ここ囲ったわけだけどいいとかね「UAAUGAUAG」みたいなこの終止行動「終士子丼返し子丼」みたいなこれをしっかり覚えておいてもらいたい。でもちろんね「終士子丼」は3つもあるからその中の1個だけ覚えればいいんじゃないかなって思ってる人もいるかもしれないけどダメです。これ必ずこの3つをしっかり覚えるようにしてみてください。 はい、じゃあ今回の翻訳の内容を問題で確認していきたいなっていうふうに思いますじゃあ見てください。翻訳について次の問いに答えよ a は細胞質基質中でどのような構造体と結合するか答えなさい。 今回問いで聞かれてる部分に結合することによってタンパク質は合成されてくるつまりあの細胞の,あの分野でもタンパク質合成の場になるよってことで紹介されてたと思うんでね雪だるまみたいな形としたあれです何だったかというとそれはねリボソームでしたね。 リボソームっていうのはもう一回言うけどタンパク質合成の場になっていて深刻生物だけじゃなくて原核生物にも共通して見られるつまり生物全般に見られるものだってことも合わせてね思い出しておいてくださいじゃ2番目翻訳が開始されるカシコドンの延期配列を答えよ、ね、核外に出てきたメッセンジャー RNA がリボソームに結合するとリボソームはそのメッセンジャー RNA の配列を 5' 側から読んでいくみたいなイメージなんだよね そそそうそうその5ダッシュ側から読んでいった時に初めて出てくるある配列3つの延期配列ってものが返し子どだったと思うんだけどこれは授業の中でも絶対覚えてねって言ったと思うからきっとね答えられると思うんだけどこれは G っていう配列ですこれが返し、うん、じゃあ3番目翻訳が終終了する止の延期配列を3つ答えなさい、ね、これも絶対に覚えてねって言ったやつだよ。だから リボソームがメッセンジャー RNA を5だから順番に読んでいって aug で開始されるけどある配列が来ることによってその配列が来るとリボソームはメッセンジャー RNA から外れてしまうってことによって強制的に翻訳はストップしてしまうじゃあその3つの、まあ、3, 3つの延期の3種類の種子言葉は何だったかというとこれは UAAUGAUAG ね まあこれ普通にそのまま覚えてもらってもいいんだけどまあこれねうわーみたいなうがーみたいなねまあこれちょっと言いづらいけどうわぐみたいなねまあ何でもいいんですけどまあこれちょっと覚えるようにしてみてくださいね。じゃあ4番目。メッセンジャー RNA のの配列に対応したアミノ酸をを運ぶ拡散の名称を答えなさいね。 AUG から翻訳がスタートするとリボソーム上ではそれに対応したアミノ酸がどん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 運ばれてくるただアミノ酸自身はあくまでもただのアミノ酸だからいくら配列があったってもう勝手にこうやって自動的に来るわけがないよねだけどそれをちゃんと対応したものを運んできてくれるものがいたとねでここに核酸ってあるんだけどこの運んでくる核酸は RNA でねしかも運んでくれる核酸ってことだから 運搬 RNA なんでねじゃあ運搬 RNA を、まあ、英語で言うと運搬んて言うかていうとトランスファーって言うんだよねそうそうトランスファーの「と」だから、まあ、T なのかなみたいなイメージをしておいてもらえると今回の答えは t、ね RNA, ね、RNA 自身はメッセンジャー RNA 以外にもトランスファー RNA さらにはこのリボソームの材料になってくるリボソーム RNA ってこともあったので、ね、合わせてちょっと復習するようにしてみてください。 はいじゃあ今回のね翻訳のプロセスをまとめていきたいなっていうふうに思いますじゃあ見てください翻訳はそもそもどこで行われるかっていうと核の外細胞質中で行われますでその翻訳の元になってくるものはそもそも何かというと核内で作られたメッセンジャーつまりこれが角膜を取って外に出てくるってところがスタートになってくる。 そうすると出てきたメッセンジャー r n a ってものはリボソームと結合して 5' 側からその配列を読み込まれていくと 5' 側から見ていったきに初めて出てくる au 字つまり開始コドンから翻訳ってものは開始されてくる、うん。で実際にここからそれに対応したアミノ酸がどん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 運ばれてくることになるんだけどアミノ酸を運んできてくれるものは何かそれはトランスファー RNA ってものだった。 そうするとそのトランスファー RNA がこの配列に双方的に結合することによってここの配列に対応したものを確実に運んでくるってことが起きる、うん、そうそうその運んできた様子がこういうふうにアミノ酸の並んでる様子ってことで、まあ、表現されてるこんなイメージなんでねそうそうその翻訳ってものはじゃあいつまで起きるのかっていうとメッセンジャー RNA の中に UAA とか UGA とか UAG って呼ばれる収支コトンっていうものが出てくるまで実は続いていって実はこれが出てくると リボソームはこの配列を認識して取れてしまう。それ、そうすると強制的に翻訳がストップしてしまって、まあ、それをもって翻訳終了みたいな感じになってきます。ね。もちろんこれでじゃあリボソームが運ばれてきたってだけだから、まだまだこれはタンパク質になってないんだけど、とりあえずこういう風なプロセスで。 RNA の配列がアミノ酸の配列に変換されているんだなってことをちょっと認識しつつまだまだちょっと翻訳のプロセスは続くんだけどもここまでをしっかりこの黄色の部分っていうのをねあの中心に復習するようにしてみてください。